アレクサンドリア写本は、福音書のほとんどが、ビザンチン型であるが、新約聖書のその他の部分ではほぼ、アレキサンドリア型である。アレクサンドリア型は、新約聖書成分批判において、聖書の写本のテキストの特徴を記述、分類するために使われるいくつかのテキスト型の呼び名の、うちの一つである。アレクサンドリア型は、現存する最初期の新約聖書の、 ギリシア語写本において最も多く見られる型であり、エジプトのコプト語写本で使われているテキスト型でもある。後世の写本では、ビザンチン型の方が、はるかに広く普及し、現在でもギリシア正教会では、標準のテキストとして用いられ、宗教改革の時代のほとんどのプロテスタントの翻訳に影響を残している。しかしながら、現代のほとんどすべての新約聖書の翻訳の元と、 なっている、接中的ギリシア語テキストに最も近いのはアレクサンドリア型である。9世紀まではギリシア語のテキストはアンシアル書体と呼ばれる大文字のみを用いて書かれた。9世紀から10世紀にかけてミナスキュール書体を用いた小文字による書法が次第にとって変わっていった。ほとんどのアンシアル書体の写本はこの時期に再び写し記され、 元の写本の用品紙は、再利用のために文字を消去するのが通例だったため、ほとんどの写本が破棄された。そのため、旧世紀より古い新約聖書のギリシア語写本は、比較的稀である。しかしながら、原存数の過半数に上る9点のテキストが、アレクサンドリア型の特徴を示している。その中には、新約聖書のほぼ完全な写本のうち最も古い、バチカン写本及び、 しない写本が含まれる。ありがとうございます。